皆様ごきげんよう、高松奈々でございます。今日はですね、ちょっと三浦春馬さんのニュースでちょっと衝撃を受けたので、そのことについてお話しできればなと思っております。三浦春馬さんの心からご冥福をお祈りいたします。実は一度もご一緒させていただいたことはないんですけども、やっぱりもうね、あまりにも早すぎる死に、そして同世代の方っていうことですごく驚きましたね。で、共通のお知り合いの方とかはいっぱいいたので、そういう方々のこうコメントとかも見てすごい辛くなりましたし、あと最近に私自身もやっぱり自分がね、こう死ぬほど辛いなと思ったことがあったので、なんかそういうのと重ねてすごいこう辛い気持ちになったので、いろいろこういうことを言うべきかどうかってことも悩んだんですけども、動画にして皆さんにお伝えしたいなと思っています。私自身も最近すごい辛いことがありまして、でちょっとね、その原因になった人に対してですよ、もう死にたいですというふうに、メールをしたんですけども、その人からは結局、助けてもらうことはなく、私はね、やっぱね、理不尽だなって、辛いなと思って、やっぱそういうことを理解してほしいなと思いまして、何人かにね、こう連絡をしてね、もうずっと20時間ぐらい泣き続けているったんですけども、それを伝えたらね、こう今から行くよというふうに連絡してくださった人が、こう友達がね、こういて実際にこう来てくれて、でもうそっと抱きしめてくれて、もう涙を拭いてくれて、やっぱね、身近な人の支えってすごい本当に大事だなと思いまして、で私自身ね、こう私の周りでそういうふうに SOS を求めてくれる人がもしいたら、やっぱ助けに行ける人になりたいなっていうふうに、ね、思いました。で改めて今回その2人にはね、こうお礼の連絡を入れてね、その人自身はこんなことしかできないとかね、こう何もしてないよとは言ってくれたんですけども、それはね、やっぱ当事者にとってはすごく大きなことだったりしますし、本当にありがたいなというふうに私は思いました。でもね、やっぱね、亡くなった人の命はもう取り戻すことはできないですし、それを美化しすぎてももちろんダメですし、追求しすぎてもいけないなというふうに思います。じゃあ私たちにできることって何なのかと、で自分の周りに、ね、困ってる人がいたら助けることとか、直接助けられない場合でも支援の窓口につなぐってことはできると思うんですね。ちなみに今回ですけども、すごいインターネット上では話題になっていましたが、自殺報道の際に気をつけないといけないことっていうのが WHO でね、こう示されています。でメディア関係者に向けた自殺対策推進のための手引きっていうことが、厚生労働省のホームページでも発表されています。でやるべきこととしては、どこに支援を求めるかについて正しい情報を提供すること、自殺と自殺対策についての正しい情報を、自殺についての迷信を拡散しないようにしながら人々への啓発を行うこと、日常生活のストレス要因または自殺への対処法や支援を受ける方法について報道すること、有名人の自殺報道をするときには特に注意すること、自殺により残された家族や友人にインタビューをする際は慎重を期すること、メディア関係者自身が自殺による影響を受ける可能性があることを認識することということです。やってはいけないこととしては、自殺の報道記事を目立つように配置しない、また報道を過度に繰り返さない、自殺をセンセーショナルに表現する言葉、よくある普通のこととみなす言葉を使わないこと、自殺を前向きな問題解決策の一つであるように紹介しないこと、自殺に用いた手段について明確に表現しないこと、自殺が発生した場所やの詳細を伝えないこと、センセーショナルな見出しを使わないこと、写真ビデオ映像デジタルメディアへのリンクは用いないことということなんですけども、これをね、守っていないメディアも多くありました。誰かの、ね、こう死をこう悲しむのにそれを伝えることがまた悲劇を生む、これはね、絶対に避けなければならないことですし、今ってもうみんながみんなメディアで情報発信できる時代なので、もしメディアがそういうことやってても皆さんにはそういう情報発信はしないでいただきたいなと思いまして、こういうことをお伝えします。でメディア以外にもね、だから気をつける必要があります。やっぱり変にね、犯人探しをしたら次の被害者を本当に出すだけですし、周りの人はね、絶対今なんで助けられなかったんだろうと後悔してるはずなので、誰かを責めたりすること、なんであなたが助けなかったんですかみたいなことは本当にしてはいけないと思います。でそうですね、
こういうようなことをツイッターで私がツイートしたんですけども、まあ誰かにねそうやって言える人はいいですけども、言う勇気がないという方もいらっしゃいました。でね、かつての私自身もそうでした。で、誰にも言えない時はじゃあどうするかということなんですけども、私も仕事上こう、まあ、芸能の関係をしてたりとか、その会社の経営をするっていうことはやっぱ情報漏洩っていうことを気にしなきゃいけなくて、やっぱり誰にも言えないことってねあると思うんですよね。で、それはまあ芸能界っていう世界だけじゃなくて、有名であったり立場がね上であったりとか責任感が強かったりとか、家族にこう心配させたくないみたいなことを思えば思うほど、やっぱ一人でね抱え込んじゃうと思うんですね。で、我慢すればいいやっていうふうに思い続けて溜め込んでしまうってこともあると思うんですよね。で、まあ、このように私は仕事柄そういうふうにこう自分が辛いなと死にたいなと思っても相談相手を見つけにくいんですけども、言えない時相談窓口を利用するってこともすごく大切だと思います。ということで、主な電話相談窓口をいくつかご紹介したいと思います。厚生労働省のページにもまとめられてますし、今はSNS による LINE 相談とかできるところもあります。心の健康相談統一ダイヤル0570-064-556、0570-064-556、寄り添いホットライン0120-279-338、0120-279-338、岩手と宮城と福島からは0120-279-226です。命の電話0570-783-556、0570-783-556、命の電話もう一つあります0120-783-556、0120-783-556。チャイルドライン、18歳までの子どもがかけれる電話です。0120-99-7777、0120-99-7777です。で、私も大昔ですよ、本当に辛くて、まあ、電話相談かけたことあるんですけども、かけてもね繋がらなかったんですね。ね、それだけ悩んでる方がたくさんいらっしゃるってことだと思うんですけども、まあ、結局ね、ちょっと記憶が定かではないんですけども、警察の相談窓口のシャープ9110っていう番組があるんですけども、そこに電話したと記憶してるんですけども、まあ、確か交番につないでもらって電話で親身になってね話を聞いてもらいました。で、そしてね、まあいろんな脅しとかがある中で、まあ、それはよくあることなんですよとか、また悩んだら連絡くださいってすごいね言ってもらえて、私のもう身分も明かすことなくなんとかね冷静になりました。やっぱりね本当に生きていてねよかったなと思います。こうやってね皆さんと動画でこうコミュニケーションを取ることもできますし、まあ、私の伝えるってことでこう誰かのためになってるってこともまだまだ大きな影響力はないけどあると思うので、本当に良かったなと思います。でね、ちょっとね誤解させてしまって申し訳ない、今は元気だということをねお伝えしたいなと、はい、なんかこう心配させてしまうかなとも思ったんですけど、同じように悩んでる方にすごい届けたいなっていう、こう気持ちの方が勝って、こういうことを公開したら、まあ、実際に大丈夫と個別にねご連絡もいただいたりして、それは本当申し訳ございませんでした。ご心配ご迷惑をおかけしまいました。ただね、やっぱりね似たような悩みを持っている人に届けたいですし、 SNS ってこうきらびやかなことをねこう書いたりとか、まあ、議論することだけじゃなくて弱音を吐き出したりとか支える場でもあってほしいなと思うんですよね。で、私自身はやっぱり強い女性っていうことであったりとか、正しいことを言う世直しみたいな、なんかすごい強いイメージがあると思うんですけども、そのイメージに引っ張られてそれ通り演じたりとか、芸能界をねこう生き抜く上ではすごい必要かもしれないんですけども、やっぱりこういうね弱い一面もあるってことは事実なので、まあ、それを伝えていくってことすごい大事だなと思います。で、私自身もやっぱ売れたいですけども、それよりも社会問題をみんなで解決したいという気持ちの方がやっぱ強いですし、まあ、そのための空気作りみたいなこと、文化を作る上では大切だと思ったので今回そうですね書きました。で、特にねこう芸能界で悩んでる人に、まあ、伝えたいですし、ノートの記事も書いたらよかったら読んでいただきたいです。で、テレビに出るって相当なストレスですし、プライベートはないし浮き沈みが激しくて、テレビ出てる人みんなねこう大変そうでした。で、若手のアイドルの子なんてマネージャーもね、いいマネージャーさんだったら別ですけども、マネージャーさんの監視も半端じゃなさそうだから、息抜きの場とかなくて大変なんじゃないかなって子がいっぱいいたんですけど、でもだからといってじゃあ気さくに話しかけられるかというと、マネージャーさんの監視が強かったりとかして、
まあ、芸能界一期一会だったりする、次また同じ現場で会わなかったりしたりとか、何よりね、売れてない私がそんな心配することじゃないかなとかいろいろ考えてしまって、まあ、芸能界の悩みとか声かけって自分より売れてる売れてないとか忙しいとか引け目を感じたりするから、なかなかねお友達を見つけにくかったりするから、またそれも難しいなと思って、私もね19、20歳ぐらいの時がねテレビで始めた頃が一番辛かったですね。まあ、楽しくもあったんですけど、その分いろんなプレッシャーで辛かったですね。そうですね、誰かにすごいいじめられたとかそういうわけじゃなくて、やっぱこれからこの世界で生きていかなきゃいけないっていう、そういうプレッシャーもすごいありましたね。で今回の件、私は事情は知らないですし、詮索すべきでもないなと思いますし、自分が取材するつもりっていうこともありません。でもやっぱり生きるのが辛いと思うことは誰にでもあって、その時に SOS を求めたりとか、誰かの SOS にぜひ気づいていただきたいなと思います。で人は本当一人では生きていけません。だからね、皆さん助けをぜひ求めてください。あなたが亡くなって悲しむ人たくさんいます。だからその前にね、ぜひ、相談することが迷惑だなんて思わないでいただきたいですね。で、まあ、ご心配させていただきましたが、まあ、今は私は新しいこう道に進むための仲間とたくさんの支援者の方がいらっしゃるので、でもやっぱりいじめの辛さや死にたいという気持ちは分かっちゃうので、 YouTube でね企画をしています。元いじめられっ子から今いじめられている君へという、まあ、いろんな方のいじめられた経験の話をとにかく聞いて、それを動画にしたいと思っています。で、まあ、特に私の場合はいつもいじめられている原因が生意気とか意見を言うことっていうこととか、新しいことを企てるっていうもので、なんか似ている事例が少なくてすごい苦しんでたんですね。でもちろん100の例えばいじめがあったら100人全員違うと思うんですけども、まあ、似ているケースを知ったりとかして、あ、こうやったら乗り越えられるかもという生きる希望をね持ってもらいたいなと思います。だからめちゃくちゃ時間かかると思うんですけども、いじめられたことがある著名人100人の方のインタビューをねしたいと思っています。ね、断られたりしてまだ何もする、まだね4人ですけども、まずは10人目指して、はい、頑張りたいと思います。で、まあ、こちら監修者の方にも入っていただいたりとかもして、慎重にゆっくり進めています。もちろんね、それと同時に文化だけじゃなくて制度を見直したりとか、いじめられた側の対応だけじゃなくて、いじめた子、に対するアプローチの仕方、まあ、カウンセリングをね加害者側に行う、いつもね被害者側ばっかりに寄り添うんですけども、そうじゃなくて加害者の子にもアプローチする、両方必要だと思います。まあ、できることから一つずつやっていきたいと思います。だからね、今 YouTube でクラウドファンディングをさせていただいてるんですけども、そういうのもこういうふうに還元できたらなと思っています。だからね、早くいろんな社会問題に対して伝えるということ、 YouTube で無料でアクセスできる場でいろんな動画を作るってことだからこそ大事だと思っていますので、ぜひぜひ引き続きご支援ご拡散お願いしますということだったけで、すごい大事なこう悲しいニュースであったんですけども、私たちがどう捉えるべきか、私自身もすごく考えて、動画にさせてもらいました。ありがとうございました。失礼いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、ごきげんよう。